エアーかと思った。エアーじゃないよ。ぐるぐるしてただけ。うん、始める前ならない。なんででしょ。焦ってる時焦る。お疲れ、お疲れ様って感じ。よいしょ。今日はギリギリを狙ってみた今日はギリギリを狙ってみたらイチゴの方が焦った。早く、もう40何分。そうギリギリも一瞬のスリル。最近はレッスンが押しがちですね。疲れちゃいました。明日はもう特にやばいね。うん、そう、12時間後にはまた踊ってるよもういや、やばくない。半日後にはまた練習してるよ。怖い。頑張りましょう。今から練習かも。ズームデイに参加してくれてた方は、私ですか。あ、もう含めてなんですけども、あのドゥームズデイに参加してくださった方、私さっき X でリツイートしたんだけど、はい、ドゥームズデイと7円のコラボのアカウントの、はい、ちょっと静かにして、静かに、分かった。あのドゥームズデイと7円のコラボのアカウントのところから X の X があるんだけど、そこの新しい一番上のツイートあると思うんだけど、参加してくださった方で本部レベルが17以上だとステッカーが、本部レベルが20以上での方から抽選で20名様が、あのアクキーかなと動画とか、あと時期とか対象の方は書いてあるので、そこを見てください。なんかフォームの入力が必要みたいだから、そう、よろしく。そこに何だろう、住所とか名前とかを打つことで、商品が、みんなが一緒に頑張ってくれたから、その商品が届きます。私のあの X でリツイートしたから、それを見てもらえればわかると思う。せっかく参加してくれたから、みんなに受け取ってほしいから、よろしくお願いします。改めていっぱいいっぱいみんながね参加してくれたことが嬉しいよ。ありがとう。来年の3月なの？まだ先だね。なんならさ、広島駅と雑誌とかの方が早そうじゃない？ね、グッズが届くよりも前に。こっちもまた、お知らせする時が来れば、そう、お知らせしようと思います。一番もう入力した？してない。途中までした。なんか途中までしたけど、消えちゃったから、うん。あ、消えちゃった？もらわないの。もらわ入力は12月10日までなので、よろしくお願いします。じゃないと、一緒に頑張ってくれたけど商品、そのあのみんなが頑張ってくれたのがね、受け取れなくなっちゃうから、よろしくお願いします。いちごがつないでうなずいてます。分かったあれ、メンバーももらえるかな。自分の名前探しちゃった。もらえなかったらあげるよいや、それは申し訳ないよ。うんうん、ダメ。いつまで続く。確かに、どうなんだろう。でも終わってから連絡来たけど、あの続けて OK ですって言われてるから、私も全然、たまにね、そう、開いてるよ。もうヘルプとかをしたりとか、工事研究進めたりしてる。ちょくちょくやってるやん。今レッスンが大変だから、そんなに一日に開いて 2,3 回とかやけど、開いてる。リーダー変わってるとこ多いね。ね、ゆうなもリーダー変わっちゃったって今日報告してきた。2日以上ログインしないと、そう、リーダー変わっちゃうから、私がログインしなかったら誰になるのかな誰になるのかな。嬉しいですね。キーホルダーとステッカーもらえそうで嬉しいわ。よかった。よかったよかった。よかったよかった。戦力高い人かな。どうなんだろうね。誰かしらがなるんだと思う。そう。
そうなんよ、いろいろそうみんなが頑張って一緒にやってくれた時の景品があるから、フォームを入力しないとみんなの元に届かないから、ぜひみんなフォーム入力をお願いします。私がリツイートしたから、そうぜひぜひ。確かステッカーは本部レベルが17以上だと全員もらえて、アクキーは本部レベル20以上の方から抽選で20名様だったけど、確か私の同盟は18人ぐらいだったから、多分20以上にしてくださった方はみんな手に入るはず。確認しておいてください。私の X からよろしくねー、とチェキと動画と楽しみにしててね。そうフォーム入力、そうお願いします。うん、指名して、あなるほどね、ホワイトチキンもいいね、素敵だね。でもそれを受け取るには入力しなきゃだから、よろしくね。あとはあるかな、話し会握手会の今第 6時かな、5時6時、今日の正午で締め切って、まだ18時から受付始まってるので、ぜひ待ってます。私のおすすめは神戸のそうお話し会です。待ってるね。あマグカップ手に入れたのいいね、ひき鍋、そう今月私もちょくちょくやってるやん、さっきもやった。私はメンバーさん同士で結構当たってるからさ、私も当たりたいのに、まだ自分以外のメンバーさんと一度も当たってない。当たりたい、そうなの。ワイドチェキ確かにひき鍋と同じなんかな、どうなんやろ、私もわかんないや。そう一番戦力高い人に自動で変わると思う。そうそうユーナンからリーダーを受け継いだわ。え言っとったユーナンが、そう木彫りのシャキさんになったって言ってたもん。あそうなんやって言って、私もわかるよって言って話した。すっぴんですか、どすっぴんです、もうレッスン終わりだから。そうなの、神戸ぜひ待ってるね。今メンバーさんね並べてるよね。メンバーと4回当たった、当たったね、だいぶ当たったね。そういえばいいね、多分、まあ、メンバーもだしやってくれてるみんなもだけど、この9時台がね多分メンバーはやってると思う。メンバーは10倍とかにできるから、ぜひぜひ。今月はねメンバーガチってるね。私はアフタヌーンティー目指して頑張ろうかな。お土産も素敵だよね、頑張ります。シナウェイの方もフォーム入力とかあるらしい、よろしくお願いします。メンバーと当たりやすいよね今。そう経験値倍増目当てで、ああ22時から、なるほどね。私は9時台にこの配信の前とかに並べることが多いか、私もさっき何回か並べたら14の10位今10位以内に入れてる、嬉しい。今日は16、17、18、19、20、21、今日は6時間レッスン、まあ普通ぐらいかな。なんだ私的に6時間短いって思っちゃう。10時間とか11時間12時間いつもの時間だね。13時間とかもあるじゃん、まあ、6時間平均かな。6時間が多いかな最近。そう6時間だから全然大丈夫。もうだってこの間なんて12時間とかコンサートの余波期間だと13時間とかあるから、まあ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 。そう朝はでも今日ゆっくりできた、そう今日は15時からだったから朝ゆっくりできました。帰ってくる時間が遅いからあれだけど頑張ります。
そう、 NLE48 さんの劇場でね披露する時の、そう、披露するためのレッスンを今日はしてた。筋肉痛にはなる時はなる。昨日はなった。でも今日は朝起きた時大丈夫だった。なる時は本当になるよ。ねえ、あるとある曲が、もうこの曲やると絶対次の日筋肉痛になるって曲があるんだけど、そう、その曲またあれだね、その終わってから話しましょう。そう、絶対この曲やると絶対に筋肉痛になるって曲があるんだよ。そう。え？ん？それ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 。まあそれが気になる方は NME さんの劇場で待ってます。あ、明日の18時登録本当？じゃあ明日の夜の配信でみんな結果教えてね。明日も多分こんくらいの時間やると思う。もう明日は超疲れて帰ってくる気がする。明日はもうね、もう半日ですよ。頑張ります。次はクリコン。お、了解。楽しみにしてるね。たくさん予定があるから本当にこれから未来の予定がたくさんできてて嬉しい。あの曲ってさ、その筋肉痛になる曲あるじゃん、うん、STU にはない感じじゃない、うん、ああいう感じのダンスってあんまなくない？まあ楽しみにしててください。頑張るね。今日、明日は夜勤なの。そうなのね。頑張って。みんなが当たりますように。クリコンいけそう。お、嬉しい。みんなが来れるのを楽しみにしてる。たくさん、たくさんある。もう予定がいっぱいありすぎてさ。ちょっと、6からあの4日連続何かしらあるの。6が、まずは、ナーピさんの生誕。で、7が NMB 劇場さん、8がお話し会、9がチェキ会、私はないけど5にひーたま花だれ入ってるじゃん。まあその次の日のナオピさんの生誕は出ないけどね。みんな予定がたくさん。 2.5 期さんと3期でこうやって一緒に出られるのもね、すごい嬉しい。大事です。うん、じゃあ次回の後まで男女読んで終わります。18から、ありがとう。18からいきます。18位なみやくん、17位まっちゃんきゅうさん、16位しろたんさん、15位イラクマともかの食べたいさん、14位パムさん、13位なおにゃと生涯ユニアンのとりこようさん、12位ももさん、11位マジックさん、そしてトップ10ありがとう。10位ひけびしさん、9位リネアとくざみさん、8位なるみやとさぬきうどん大学卒さん、そして7位実際おっさん、6位今日めちゃくちゃ可愛いねコーラありがとう。全然今日はレッスン終わりで前髪も綺麗じゃないのにありがとう。そしてトップ5ありがとう。5位ラベンダーバージョン KA さん、4位トマトさん、トップ33位たかしあとつまみーさん、2位やおとんあとつまみーさん、そして今日の第1位ドク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 ドン、今日のランキング1位はヤマジンさん、ありがとう。いつもみんな配信を見てくれてありがとう。明日もこんぐらいの時間になるとは思うけど、わかんない、そんな気がする。うん、なると思うけど、また見に来てね、空いてる時に。ということで終わります。おやすみなさい。今月は多分ね、NMB さんの劇場のレッスン終わったと思ったら次はクリコンとかのが入ってきて大変になると思うけど、また時間が取れる時に配信もしたいし、そう、昇格イベントのショールームのお礼とかもしたいし、そうそう、あとは花台の新地の時にもみんなお祝いしてくれたのもお祝いしたいし、そう、よろしくお願いします。時間が取れる時にまたします。今はちょっともう毎日何かしらから時間取れる時に来てね、よろしくです。ということで終わります。ありがとう。明日から寒くなる？やだ。みんな体調に気をつけて。
12月も頑張りましょう。バイバーイ、ありがとう。お疲れん、ありがとう。デムズデイのフォーム入力よろしくお願いします。みんなにゲットしてほしいから、ありがとう。バイバーイ。じゃあねー。あとは握手も待ってるねー。握手握手。あとチェキこんなのがいいよとか、なんか希望があったらまた X とか載せてくれたらありがたいです。よろしく。ってことでバイバーイ、また明日。